どうも、ゆっきーでございます。今回は、アイドルオタクの本音。今回は、チェキツイについて料理人の意見っていうのを語りたいと思います。まあ、チェキツイっていうのはありますよね。料理とか食事の時に食べ物のところに、チェキを置くとか、あとは最近だとアクスタとかを、料理のところに置いて、ツイートして、でそれを見たアイドルがいいねをするみたいな流れですよね。自分はこのアイドルのファンなんだぞとか、この子が俺の推しメンだみたいなことを気軽にアピールする、楽しいオタ活の活動の一つだと思いますね。私も、アニメファンだった時代に、自分の推しメンのバッグとかを、T シャツとかを、これ見、洋菓子にこう、着たりつけたりして、街中を堂々と歩いたりしてましたね。30歳過ぎてるのに。そういったこともありますし、まあ自分の推しメンはこれだとっていう、アピールする。まあ楽しい推し活ですよね。ただ私は、食事に、チェキを置いたりとか、そういうことはしたことはありません。なぜなら私は、調理師免許を持っている料理人だからですね。あくまでももう一個人、さらに、料理人限定の意見なんですけども、やっぱりね、チェキとかアクスタとか、食べ物でないものを食べ物の直に置くっていうのはちょっとやめてほしいなっていうのはありますよね。ちょっと見ててあんまり気持ちいいものではないなっていうのがあります。なので、まあもちろんギリギリ、お皿の縁とか、コップの上に置くみたいなのはギリギリセーフかなとは思いますけど、たまになんか、チェキを食べ物の上に刺したりとか、直で刺したりとか、アクキーとかアクスタをコップの中に入れちゃったりみたいなの。まあ、それはもうひどいなと、マナー違反っていうか、エチケット違反かなと思いますので。で、仮に万が一そのアイドルが、容認してたとしても、それはそのアイドルの品格を下げたりすると思うので、どっちにしてもやらない方がいいというか、やらないでほしいなっていうのがありますね。なので、アクキーやアクスタやチェキは、食べ物には触れないように、置いて撮影しましょうというのが私からの意見でございますね。よろしくお願いします。今回はチェキツイについて料理人の意見ということで話させていただきました。ありがとうございました。